ね、ちょっといつもと違う感じで ね、はい、ウェスリー TV 始まりました。はい、今週のウェスリー TV はですね、はい、ちょっとまあまあ外からの始まりって感じになってどこな、まあとりあえず、はい、お決まりのちょっとソーシャルストリームの説明だけさせてもらってみましょうかね。ですね、はい、はいはい、まずですね、ソーシャルストリームというこちらのソーシャルネットワークをクリックしてください、はい、クリックです、クリックしてください、はい、そうしましたら今度ログインをする場面が出てきます、はい、そこのログインの場面で持っているソーシャルネットワーク、うん、Facebook だったりミクシーだったりとか Twitter のアカウントの方でログインをしていただきます、はい、でそうしましたら一番上のところにメッセージの方入れるところが出てきますので、はい、まあ、それ何かね、はい、コメントの方いただいて、はい、送信をしていただければ、はい、コメントを入れることができます、はい、なのでぜひぜひいろんなコメントもお待ちしておりますので、お待ちしております、はい、はい、待ってます、よろしくお願いします、はい、でも、はい、ここがこうなんだ、ね、どこですかね、え、皆さん最近歩いてますか？散歩はいいですよ。さあみんなで散歩に出かけましょう。え、あの、あれ、今日は茨城県はひたちなか市にやってまいりました。だいぶ春めいてきて、桜の花も、咲いては、そろそろ散ってしまう時期にはなるんですけども、ちょっとこの辺りを今日は散歩してみたいと思います。では行ってみましょう。ちょっと今日天気は悪いんですけども、なんかちょっと建物が見えてきたんですが、ここは何ですかね、螺旋階段がすごく印象的な建物なんですが、ちょっと気になりますね。ここ行ってみましょうか。あ、なんかちょっと住民の方がいるんでお話聞いてみますね。お庭が広がってますね。すごいお花が咲いてます。春なんでこういう白いお花が咲いてますね。すごい綺麗ですね。結構お庭は広いみたいですね。のお写真を撮る場所だっていうことなので、こういうところも使いながらロケーション的な撮影ができるじゃないでしょうか。もうちょっと奥の方行ってみましょうかね。緑のお花が咲いていて綺麗ですね。ちょっと心が和みますね。こちらに入り口があるんですか、ね、ここから入って大丈夫でしょうか。ちょっとお庭をもう少し見てみます。この空間もすごい広がっていて綺麗ですね。これはもしや先ほどの螺旋階段ですか。これちょっと登ってみたいと思います。どうですか、なんかいい感じじゃないですか。これこんな感じでこう写真を撮ったりできるんですかね。ちょっと見晴らしもすごい。 あちらにちょっと桜が見えますよ。いいですね。これはお庭の向こうの方にも行ってみましょうかね。
態になってるところもいいですね。ちょっと進んでみましょう。あ、ちょっと見てください、撮影してみたい。ちょっと話を聞いてみましょうか。よっしゃ、そのままです。楽しそうですね。いい、最高です。もしかしてあの人は、あれ、すみません、お仕事中、はいはい、あの今写真撮られてましたよね。はい、あそこにいる方は、あれ、あ、先ほどお会いした方じゃないですか、これ。あれ、まさか。ちょっと、もう撮りに来ちゃったんですか。ちょっと、なんかすごい写真が素敵だったんです。そうですね。ありがとうございます。これはロケーション撮影ですか。今はアンシャンテのガーデンで撮影という形になるので、ロケーションっぽく緑で撮ることができます。わざわざ遠くまで行かなくても、はい、素敵な景色で撮れるわけですね。はい、すごいですね。お兄さん、なんか若いのにすごいですね。ありがとうございます。はい、ちょっとあの私も入ってみよう。いや、もうぜひぜひ入ってください。じゃあちょっと入れてもらっちゃいますね。僕は自由です。3、2、1、はい、そのままもう一ポーズ、はい、あー、OK、いいね、バッチリ OK です。こんな感じでちょっとお写真が撮れるみたいですね。さっきのカメラマンとかさっきの感じで、私あんまり写真が得意じゃないんですけど、ちょっとこう受けてくれる感じでテンションを上げて撮れるみたいですね。じゃあ奥に行ってみましょうか。気になるので、その、こっち行ってみましょうかね。
レッショップブランシェ、ブランシェの、ちょっと入ってみましょうか。ちょっと、どこかくせ、あ、さっきの方じゃないですか、これ。はい、もしかして今、お客さんに来てるんですか。そうですね、友達が。見せてもらいましょうかね。かわいい。かわいい。かわいい。ちょっとすごいですよ。ちょっと胸元がすごくキラキラしてます。どうも。先ほどはどうも。すみません。なんか行く先々でちょっとお会いしますね。アパレルさんのブランドなんで、やっぱりドレスラインっていうか、その女性を綺麗に見せるラインっていうのはかなりプロなところのドレスなんですけども、やっぱりお目が高いだけあって、そこで、はい、決めていただいて、やっぱりその新作になります。一番新しいものになります。じゃあもうすごい状態もいいわけですね。はい、この膨らみ具合とかが、ふわふわ、もうふわふわですね。こんにちは。さっきの方また今度はこちらでちょっと撮影してるみたいですね。
まだ会っちゃいましたね。どうも。すいません、何回も。すいません、何回も。あ、なんかすごい。眩しい。眩しい。やばい。眩しい。あ、どうぞどうぞ、せっかくなんですよ。はい。ぜひぜひ。あ、わざわざ昨日まで脱いでもらって。どうぞ。あ、すっごい眩しいですね、これ。そうなんです。すっごい眩しいです。はい、じゃあ行きますよ。はい、頭をコテってして。はい、にっこり、はい、そのままでーす。かわいい。すっごい眩しいんですけど、これ。どんな感じで撮ってるんですか、これ。どんな感じ、こんな感じです。目の中にリングが入って綺麗になってます。すごーい。すごいですね。なんかこうプリクラみたいな。そうなんです。そうなんです。大きいプリクラみたいな。どうですかこれ。どうですか。これリング出てますか。眩しい。ちょっとこんな感じなんですよ。すっごい眩しい。すごいですね。最近のその撮影技術はすごい進歩してるんですね。はい。ありがとうございます。すいません。なんかちょっとまた邪魔しちゃって。おお。この窓がちょっと見てください。この食器、引き出物ですかね。すごいおしゃれですよ。これ今のもらったら嬉しいですね。床屋さんにいるような気分になりますね。これとかどうですか。これこういう感じでこんな感じですね。フォトフレームもありますね。おしゃれなんですね。もらって嬉しいものですね。あ、ちょっとこっちの奥にもお部屋があるみたいなので、ちょっと行ってみましょう。行ってみました。あ、なんかここにお部屋がまたもう一つあります。ちょっと覗いてみましょうか。私の最中なんじゃないでしょうか。ちょっと行ってみたいと思います。結婚式を挙げました。これより、これより、すいません、ちょっとすいません、すごい大事な最中にすいません、なんかちょっと来ちゃいました。があって、ここでも写真が挙げられるんですか？イエス。あ、イエスだそうです。すごいですね。あ、すいません、邪魔をしてしまって、ちょっとあの帰りましょうか。すいません、ありがとうございました。お知らせに。これより始まる新しい家族が喜ぶと幸福。はい、というわけで今日は茨城県ひたちなか市に散歩しに来たわけなんですけど、アンシャンテさんすごいところですね。ブライダル複合施設というところで、衣装をレンタルしたり、お写真を撮れたり、あとは、景色も、小さなチャペルで景色もあげれることもできるみたいですね。あとは引き出物なんかもありますし、本当にすごい施設です。私もね、もう少し若ければこういったところを利用したかったですね。本当にとってもおすすめです。はい、ありがとうございました。
アンシャンテは施設だけではないスタッフの良さがあるんですね。また行きたいですね。